皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するジャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。市民権を得てきたコスプレ。矢野経済研究所によると、2018年度のコスプレ衣装の市場規模予測は約340億円。 関連サービスの市場規模予測は116億円だという。そこで人気コスプレイヤーたちの自慢の写真を一挙公開していく。コスプレをするようになったきっかけは、去年フェチモデルを始めた際に、ツイッターにアップする自撮りで猫耳をつけたのが始まりです。コスプレの魅力とは、 私服では着ないようなタイプの服も着られるので新しい発見があり自分の私生活もアップデートされたり趣向が変わるので視野が広がります。これマジコスプレイヤーの苦労はありません。荷物が多くなってしまうコスプレ関連の失敗談は特にないです。これからコスプレをしたい方へのエールを お願いします。私も長らく見る専門実際やり始めるには衣装の用意やイベント参加などわからないことだらけ。でも、いざ始めてしまえば勝手に手が動くし、友達が増えたりで。自分ができないことはどんどん周りの人が手助けしてくれます。カメラマンさんはめっちゃ優しいです。 まずは衣装を着るだけ、メイクだけなどできることから始めてみてください。私でもできたから大丈夫です。岩永桜2月25日生まれ156センチメートル趣味は、お酒、映画。